あ、そっか、そういうことか。役箱。怪我してたもんね。あ、待って、進んだ。おはぴよ、どうも、ひなぴよと。くまみこです。はい、続きやります。 なんか適当に調べてたら、赤ずきんちゃんの部屋でこう薬箱、薬箱、薬箱薬箱？かな 見つけて手当てしました。よし、進めます。手間かけてごめんね。それにしても手当て上手だね。もう全然痛くないよ。よかった。よかった。これであとどうすんだろうね。あ、これも読んだ、読んだ。出るか、とりあえず。え、びっくりした。ロゼッタちゃん、もう一度マリーさんの部屋に行っていいかな。あの部屋のどこかに鍵があるような気がするんだ。もわちかっろん。た。いいよ。いいよ。どこだろうね。ここかな。いや、ここじゃないか。鍵かかってる、これか？もしかして。ここがついに。くそー。マリーさんの部屋だよ、ここ。宝石と違う光り方のものがある。おお、薬品交換カップパーした鍵。薬品保管庫、保じゃ管保室管だ。室の鍵。ダメだ、疲れてる。これだよ、薬のある部屋の鍵。よかった、これで発作が起きても。大丈夫、いつもの発作だから。ごめん、あんまり大丈夫じゃないかも。神優くん、あ神優くん。ら、一人行動だわ。しばらくじっとしていれば多分良くなるから。あんた狼じゃねえだろうな。よし。じゃあ私たちが、神優くんの代わりに薬を取ってくればいいのかしら。よし。なんで BGM 消えるんだよ。器具が収められてる。これは？マッチ箱。マッチ箱？勝手に触るのは危険だ。確かにね。メモが置かれてる。赤い薬、森の奥にある温泉から採取する。ほう。肌に塗るとすべすべになるほか、料理に使うと体調を整える。緑の薬、庭で栽培している薬草から主成分を抽出できる。高血圧を改善するほか、安眠効果がある。ああ、隣の机にある薬の解説のようだ。あ、これね。2つの薬瓶。これは持っていくわけじゃないのか。これか？張り紙がある。扱いの難しい薬です。この棚は勝手に触らないで。神優が来たら私を呼ぶこと。おばあちゃんの字だ。おお。ほう。不思議な光を放つ薬瓶がある。月の薬。人狼が関係して怪しい。この辺じゃもう別に調べなくても大丈夫かしらね。とりあえず一刻も早く神優くんに。神谷君、発作がね、発作がね。心配だもん。これで部屋入ったら人狼になってたら悪いやよだな。やだやだ。あ、ここじゃなかった、びっくりした。ああ、いるね。おお、よかった。はい、じゃあ。あ、ロゼッタちゃん、ごめんね、まだ動けそうにな。薬を持ってきてくれたの、ありがとう、助かった。これさ、ああ、やっぱり、なんか、扱いの難しいって言うからさ、なんかあるんじゃないの？大丈夫かおばあちゃんに言わないといけないんだもんね、な？本当は。ね、何かを調合してからじゃないとダメみたいなさ。いつもの薬よりよく光ってるような。ラベルがないからかな。飲み干された。これでやっと。なんで飲んだのに収まらないし、ひどく。ロゼットちゃろうじゃないの。セーブしときゃよかったわ、渡す前に。え、これ逃げなきゃダメ？逃げろ！はい。おお。え、これ避ければ、ギリギリで避ければ。
避けよう。避けよに避け避けよう。あ。うわ。やっちまったな。とりあえずちょっと違うとこにセーブしとこ。結構前だな。セーブしたの。ちょっとごめんね。ごめんね。大丈夫。ごめんね、あ。ああちょっとでも可愛い。狼耳。うん。近づいちゃダメだ。早く逃げて。痛みが引いたらまた正気じゃなくなる。ああ。ええー。逃げる。何それ。そんな本当に出る。赤ずきんはおばあちゃんの家に一人で行きました。そこで赤ずきんは狼に会いました。狼なのにまるで人間のようでした。帰ってきた赤ずきんはもう森には行っていけないと言われました。行ってはいけないか。町からたくさんの人がやってきて、今日も森に狼を探しに行きます。でも神湯くん、いい人だったけどね、うん、狼になる前は、うん、赤ずきんは一人きり狼が見つからないよう祈っています。あの狼の悲しそうな瞳が忘れられないのです。あら、これはエンディングに悲しい狼。ああ、真実にたどり着くには近づく勇気が必要だ。ちょっととどまらないと。そうだね、屋敷に、うんうん、はあ、ちょっと屋敷次行くか。とどまらないと確かに彼のためにならないから。そっか、逃げちゃダメだ、うん、エントランスなんだ。あんまいか。ちょっとこっからか。うん、一回ちょっと違う選択肢もやってみたいよね。なんか避ける逃げるみたいなさ、うん、ゲームオーバーになるのかな。どうなんだろう。あれどこだっけ。ここか。ここでセーブしときゃよかったわ。大丈夫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 で笑ってくれてよかったわ。でここでこれを取って、これは困りましたね。神湯くんを助けたいな。助けたい。ちょっと渡す前に、あれこれじゃないわ、上か。渡す前にセーブ。ここか、うん、で、はい、あげる。ガそして人狼になると。ちょっとかっこいいんだよな。ねえ、ちょっとかっこいいんだよな、うん、帽子かぶってたのもそのせいだった、うん、よし逃げろ逃げろ。早い。ここだ。ここでとりあえず違う選択肢取ってみよう。逃げよう。あー、えドアに鍵をかけた。手の中にマッチがある。持ってきたの。え、どういうこと。燃やせってこと。どうする。そんな。赤ずきんはおばあちゃんの家に一人で行きました。もう誰もいないおばあちゃんの家に。そこで怖い狼に会って命からがら逃げ出しました。おばあちゃんの家はなぜか燃えてしまいました。え、俺燃やしたでしょ自分で。おばあちゃんが誰に殺されたのか知る術はなくなりました。でももういいのです。赤ずきんが森に行くことはこれから二度とないでしょう。これもバッドエンドだわ。ダメだね。エンド1か。森の狼、あなたはまだ真実にたどり着いていない。はい、さっきさ避けた後で、うんうん、屋敷にとどまればいいのか、うん、あれは飛び降りるだと赤ずきん死ぬのかな。死にそうだよね。これもちょっと見たい見たい見たい。9歳だよ。9歳死ぬな。絶対死ぬわ。でもちょっとね、好奇心が勝っちゃう、うん、ごめんロゼッタちゃん。行くぞ、逃げろ。キャー、うわー、はい、もうだんだん愛着がおらー、しらしらしい。
はい。へい。へい。へい。どうする？飛び降りる。降りよ。はい。あ、ゲームオーバーか。ごめん。無駄に命を。あ、ここね。あ、で、まあ、逃げろって言われるわけだ。いやいやで、ここで、ここにとどまる。立ち向かう勇気。ここにとどまる。OK、本当に。で、こう。もう嫌だ、こんなの。え、どうしたの、どうしたらいいの。うーん、あっち行ってこっち行って。なんか他に薬あるっけかな、ちょっと見てみるか。これ、この2つのやつ関係ないか。うん、あ、 あれ、もう一回。暗所での保管必須。扉を開けっぱなしにしない。正しく調合した上で渡すこと。もちろんおばあちゃんの字だ。どういうこと？え、調合。調合？あの緑と赤のやつ？関係ないか。これ調合。お、お、器具が必要。はい、ここね。お、ガラス瓶。はい、助けてあげないとね。うん、え、器具どういうこと？他にもあるのか。あ、ガラス棒。かった、これで OK かな。ガラス瓶を。うわ、わかんねえ。え、ちょっと戻ってさ、うん、赤い薬と緑の薬の説明。そうだね、でもちょっと待って、戻れねえ。戻れない。はあ、え、あ、絶対ダメだよ。絶対ダメだよ。ですよ、ね、なんかさ、緑がなんか、うん、安眠的な。そうだね、安眠。眠らしとこ。眠らしとか。とりあえず、逃げろって言われて、はい、こうやってここにとどまって、はい、もう嫌だこんなのからの、ここでセーブすればいいね。うん、君を見せないよ。助けましょう。おうよ。で、まずこれで、うん、うんうんうん、開けっぱなしにしない、うん、ガラス棒、ガラス瓶、メモが置かれてる。はい、赤い薬、森の奥にある温泉から採取する。肌に塗るとすべすべになるほか、料理に使うと体調を整える。関係ないかな。うん、庭で栽培している薬草から主成分を抽出する。高血圧を改善するほか安眠効果がある。安眠効果の方混ぜてみる今度。うん、今度は。あ、急に高熱を発し始めた。あ、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 死んだ。どうしたらいいんすかね。あ、順番があるのか。ちょっと他の、あの本棚とか調べてみてからにしようか。うーん、お、しおりの挟まった本がある。本を読む。温泉に含まれる成分を凝縮したものを湯の花といい、古くから体にいいものとして利用されてきた。温泉の成分はその源泉ごとに異なり、酸性の湯は胃を壊す可能性がある。おお、酸性だったのか、もしかして。ん、胃を壊す。おお、あった。はい、薬草から茶を作り飲用するという風習はハーブティーとして親しまれてきた。薬草をよく乾燥させた上で成分を抽出する。肌と同じ弱酸性なので化粧水としても有用。うん、おお、本と、うん、本の間にメモが挟まってる。鉱石は小屋の中、棚のストックがなくなったら新たに生成する。酸性の物質、爆発するので厳禁。怖い怖い。アルカリ性の物質、有毒ガスを生じるので厳禁。何のことだろう。あー、じゃあさっきのやつ、うん、分かったぞ。これを調合する。あれ、あ、まだ取ってないか。ん、うんうん、取ってない。あ、取ってないか。
これでまず最初に赤と緑を混ぜるんじゃない、うん、なるほど、うん、ちょっとまずここでセーブしよう。まあいいか。月を最初にやっちゃうともうダメだったのかも。これでこう、おお、光が青くなった。やったー、三日月の薬になった。え、落ちた。え、なんすか、本が落ちている。手作りの絵本のようだ。昔昔のお話です。一人の狩人が森に狼を探しに行きました。しかし狩人は森の中で迷ってしまいました。おまけに雨まで降ってきて途方に暮れました。歩いて歩いてやっと誰かの家にたどり着きました。家の住人の美しい娘は優しく狩人を招き入れます。これここの家かな。うん、狩人は娘の家に一晩泊めてもらいました。けれど翌朝になっても雨は止みませんでした。うんうん、今日も泊まっていってくださいと娘は優しい笑顔で言いました。いつの間にか狩人はずいぶん長く娘の家にいました。雨はまるで止みませんし、娘はいつでも親切です。うん、いい子やな。うん、このままここで暮らせたら幸せだろう。狩人はひっそりそう考えました。けれど長い雨にも終わりが来ました。あー、やんじゃったんだね。澄んだ空気の夕暮れに二人はお別れをしました。狩人はまだ夢を見ているような気分でした。落ち着かないままの帰り道でした。狩人は大事なことを忘れている気がしました。どうしてもそのままにしておけなくて、狩人は元来た道を戻りました。空には大きな丸い月が昇っていました。やっと娘の家に戻ってきた狩人、けれど娘の姿がありません。立ち尽くす狩人の耳に狼の遠吠えが届きます。あの子の身が危険かもしれない。外に飛び出した狩人は狼に会いました。あら、その狼はまるで人間のようで。その娘じゃない。そして何よりあの娘にそっくりでした。優しい娘は狼だったのです。満月だったから。人間の町に帰ってください。本当はあなたを食べようとしていた。でもできなかった。一緒に暮らせたらいいと思ってしまった。でも狩人と狼には不可能なことです。背を向ける狼に狩人は言いました。それなら僕はもう狼を探さない。人間の町にも戻らない。だからここであなたと一緒に暮らさせてください。こうして狩人と狼は一緒に暮らしました。いつまでも幸せに暮らしました。いつまでもいつまでも幸せに暮らしました。おしまい。いい話や。絵本でも手作りだったもんね。おばあちゃんが作ったのだろうか、うん、ほう。え、おばあちゃんもしかして狼だったん。旦那さんは亡くなってるんだもんね。おや？おやおやや。これは。やい。あ、待って。ちょっと待って。セーブ。あぶねえ。セーブ。これなんか独り言ってあるけど何なんだろうね。あ、この薬ならなんとかなるかもしれない。はーい。飲ませた。うん。収まった。よかった。はあ。何から言えばいいか。助けてくれてありがとう。怖い思いさせてごめんね。最初ロゼッタちゃんと会った時持病があるって言ったけど、どちらかといえば体質って言えばいいのかな。いやでも母さんもそうだったから遺伝の方が正しいのかな。母さんは満月の夜に狼になるんだった。なる人だった。うん、あ、じゃあお母さんの話か、もしかして。
でも僕は満月じゃなくても突然ああなる体質みたいで、困っていたところをマリーさんが助けてくれたんだ。いろいろ調べて発作を抑える薬を作ってくれた。それが今から7年くらい前。何度もこの家に遊びに来させてもらったよ。来させてか。ロゼッタちゃんと会わなかったのが不思議なくらいだ。うん、あ、かわいい。え、ロゼッタちゃん大丈夫？気分が悪いの？え、何？おお、走り回って疲れたせいだよね。ごめんね。寝てる。うん、顔色が優れない。今はゆっくり休ませてあげないと。神湯くん動かすの？マジ神湯くん、神湯くんいい子だったんだよね。ちょっとごめんね、疑って。でもまあ狼だから。うんうん。じゃあまあ時間が結構いい感じになってきてるかな。ちょっと短いかもしれないけど、これでとりあえず終わるか。次からちょっと神湯くん動かすパートやってこう、やってこう。ということで、おつぴよです。おつぴよです。かわいいな。